うちここが好きだよというところを3つポイントを絞って皆さんとシェアをさせていただきたいと思います。ハロー、大家好、我是セルグ、欢迎来我的频道。今回はですね、私の好きなアーティストシリーズということで、台湾のバンド、ミホチファイアーEXというバンドを皆さんにご紹介させていただきたいと思います。キャリアが20年ぐらいなんです。来年2020年でちょうど20周年を迎えるバンドなんですけど、本当に情報がいっぱいありすぎるんですけど、その中でもミホチここが好きだよというところを3つポイントを絞って皆さんとシェアをさせていただきたいと思います。この動画を気に入っていただけた方はぜひグッドボタンを、そしてチャンネル登録、チャンネル通知ボタンをオンにしていただけますようお願いいたします。ポイントだったー。ミホチ、簡単にちょっと概要だけお伝えすると、台湾タカオ出身のサン・オリオン、ジェシー、3人で活動されているロックバンドです。ロックバンドまたはパンクロックバンドと言われていることが多いんですけれども、楽曲よし、歌詞もよし、ライブパフォーマンスもよし、人柄も熱い、ファンも熱い、フェスがとにかく盛り上がるというロックという感じのバンドで、本当に楽曲、歌詞でアレンジでライブパフォーマンス本当に素晴らしくて、2014年、2015年、2017年、2018年4年にわたってジン・チュイジャンっていう台湾の音楽賞、ここでノミネートされていて、2015年に最優秀楽曲賞を受賞されています。すごい。受賞作品もリンクを貼っておきますので、まだ聞いたことのない方はぜひぜひこれを機会に聞いていただけたらなと思っています。この動画をご覧いただいて、あ、ちょっと気になるなという方はぜひぜひこの下のリンクからいろいろと情報を見ていただけたらと思います。ではミホチここが好きだよの3つのポイントをご紹介していきたいと思います。台湾で使われている言葉っていくつかあるんですけど、その中でも台湾語、まあ、闽南語っていうんですけど、これを使った楽曲が非常に多いのがミホチの特徴です。で、中には日本語で歌われている楽曲とか英語で歌われている楽曲、そして中国語で歌われている楽曲もまあったりするんですけど、圧倒的に台湾語を使った楽曲が非常に多いというのがミホチの特徴だと思います。日本の人ってあんまりちょっと台湾でどんな言語を使われているかっていう分からない人の方がおそらく多いと思うので、台湾イコール台湾語なのかなって思ってる方って結構いらっしゃると思うんですけど、若い人たちとか公用語とよくこう一般的に使われている率が高いのは中国語なので、またちょっと違ったローカルの言葉として、今も中部から南の方ですね、南部に行けば行くほど台湾語ユーザーが多いと言われてるんですけれども、ミホチ、彼ら高雄って台湾の南の方にある地域なんですけど、この高雄は出身なので、すごくこう台湾語への思いというのがもうすごく伝わってくるようなバンドなんですね。私は中国語は分かるけど、台湾語は正直あんまり分からなかったので、歌詞は漢字を見ればなんとなくなんとなく言ってることが分かるというような状況なんですけど、台湾語って私あんまり普段聞いてこなかったので、こういう響きなんだと、すごくこう音楽を通じて台湾語に触れられる、あったかい感じのこの言葉のニュアンスに触れられるというのはすごくこういいなと思いました。言葉が分からなくても音楽でいいな、好きだなっていうのがあるっていうのはすごくこう私の中では面白いなと思いました。彼らはこう学生時代とかに海外の音楽で、日本の音楽も特に好きでいっぱい聴いていたということで、そして日本とのつながりといえば、いろいろなアーティストさんとコラボされているというところもポイントの一つになります。2016年に実は日本でもデビューをされているんですけれども、エルレガーテの細見さんとか、ハスキンビーツの磯部さん、そして今年はですね、ブラフマンさん、トータルファットさんという日本のパンク、ロック第一線で活躍されているようなアーティストさんと一緒にコラボレーションをされたり、一緒にイベントをされたりして、こうつながりが深いことで非常に知られています。もともと台湾語バージョンで作られていたファイアーEX、ミホチの楽曲をハスキンビーツの磯部さんが日本語の歌詞をつけてコラボレーションをして、日本でリリースされたという楽曲もあるんですね。これが残像モーションという曲なんですけど、台湾語バージョンと日本語バージョンを聴き比べていくと、磯部さんがすごくこう元の原曲のこう言葉の韻
こと、音の感じを大切にして日本語の歌詞をつけられたような印象をすごく受けて、なんかすごくね、どっちもこの楽曲私両方とも好きなんですよ。なのでこれもぜひ聴いていただきたいですし、東北で撮影されたミュージックビデオ、これもですね、あったかいしすごくいいので、日本語の字幕もついてるので私本当におすすめです。なのでこの辺も本当に皆さんチェックしていただきたいなと思ってます。日本が好きでよく個人的にも行かれていたっていうのは聞いていたんですけど、東北で地震があった時に、東北で実際にこうライブをされたりとか、熊本の地震に対してこう募金寄付してくださったりとか、東北で撮影されたミュージックビデオがあるんですけど、そこに日本語の字幕をつけてくださっていて、もうなんかすごくこうそれを見るだけでももう本当に本当にありがとうっていう風に私日本人として思うんですけど、本当に日本とのつながりとか日本の影響をすごくもう受けられていて、すごく私は個人的に日本人として嬉しいなと思ったポイントです。あと日本とのつながりといえば、その日本の統治時代に戦争が起きて、高雄大空襲といって空襲の被害が台湾の中で一番大きかったのが実は高雄だったそうなんですね。これを題材にしたコラボ楽曲、以上数というコラボ楽曲も書かれていて、ミュージックビデオリンク貼っておきますけれども、本当に素晴らしい作品なので本当に多彩だなと思います。単純なロックバンドじゃない、単純なパンクバンドじゃない、もっとなんだろうな、単純に一言でもう宮内はロックバンドですっていう感じじゃなくって、本当に作品作りにこだわったりとか、本当に伝えたいメッセージ性のあるこう楽曲が多いバンドだなと思いました。はい、ライブがとにかく熱い。野外フェスとか出てるともう全部後ろまで人がわーって埋まるほどの人気。さらにですね、ファンのみんなもすごくあったかいし熱いし、一緒にその空間にいるだけですごく楽しめるんですよね。岸に聴いててももちろんすごく素敵な楽曲多いんですけど、やっぱりね、あれはねライブで見てほしいですね。音楽を聴くだけじゃなくてライブの良さってまた違った良さがあるので、皆さんぜひミヤモチーのライブも体験して見ていただけたらと思います。今回の動画では私の好きな台湾のロックバンド、ミエホチーファイアイエクス、ここがおすすめだよという3つのポイント皆さんとシェアさせていただきました。いかがでしたでしょうか。この動画の概要欄に厳選したおすすめの曲リンク貼らせていただきました。この動画をご覧いただいて、あ、なんか私も聞いてみようかなという方、ぜひぜひこの下のリンクからミエホチーファイアイエクスチェックしてみていただければと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またじゃあ、シャチジロー、バイバー。 Thank God it's only Friday night. You bring my Saturdays to life. Come Sunday, will you be my wife?